かつて大きな争いがあり、世界は7つに分かたれた。その夢なんか、古の大戦争、暇つぶしにこんな本読んでたせいね。着いたぞ。大戦争の後、互いに傷つけ合うことの愚かさに気づいた人々は、二度と争いを起こさないと誓い合い、七つの王国のもと、千年にわたる平和な時代が続いていた。おーい！久しぶりね。俺が居眠りしてたってよくわかったな。まったく、いとことしてはちょっと恥ずかしかったわ。へえ、二人はいとこ同士なんだ。そうなの。ねえ、この子どうしたの？ああ、下宿先で仲良くなったんだ。僕、ハミラ、よろしくね。よろしく。ねえ、どこかで会ったことない？そういえば、ジャイワールのみんなは元気か？ええ、元気よ。そういうあなたは聞くまでもなく、元気そうね。まあな。あ、そうそう、これ、みんなからのお土産。おお。オレンカに留学してもう1年でしょ。そろそろふるさとの味が恋しいんじゃないかって。懐かしいな。今日は久々にジャイワールナムだ。それにしてもやっぱりオレンカは全然都会ね。あ、すごい、これが有名なオレンカの大聖堂。一度見てみたかったのよね。竜が太陽を喰らう日、双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。これ、古の予言よね。ああ、意味はよくわかんないけどな。要は、もう二度と戦争なんかするなってことなんじゃないのか。ちょっとやめなさいよ。もう相変わらず落ち着きがないんだから。お前こそ相変わらず学級委員長っぷりだな。よし、じゃあ寄り道はここまでにして、俺の下宿へ行くぞ。え、あ、ちょっと待ちなさいよ。これだけ広ければ訓練もできるわね。そういえば肝心なことを聞いてなかったけど、あなた留学してちゃんとやれてるの？当たり前だ。学校の戦闘演習じゃ俺が主席なんだぞ。本当かしら。ほら、なんなら鍋が煮えるまで試してみるか。いいわよ。手加減は無用。久しぶりに真剣勝負と行こうじゃない。はぁ、ちょっと成長したみたいね。お前もな。うんうん、二人ともよく訓練を積んでいるな。感心感心。ちょうど煮えたみたいだな。飯にするか。え？
いい匂いだな。ほら。ありがとう。それじゃあ久しぶりのジャイワール鍋で再会を祝いましょう。ああ。今の音、呪文か？一体何が？ジャイワールだ！ジャイワール軍が攻めてきたぞ！え？今ジャイワールって言った？ああ。争うことは固く戒められているはず。それにジャイワールと廉価は友好国よ。ガタガタ言ってる場合じゃない。とにかく今は町の人たちを守るんだ。そうね。よし、大体片付いたな。出してるじゃないのさ。ほら、お二人さん、ぼんやりしてる暇はないよ。オレンコを守るんだろ。だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね。今だ、城門を閉じるぞ。早く。モンゴとぶち破ってやる。覚悟しておけ、オレンカの王よ。正義は我にありだ。引け！あいつセザールだよな。ええ、セザールが王子自ら攻めてくるだなんて何があったっていうの？お二人さん、なかなかやるじゃないか。あなたこそ、さっきは危ないところをありがとう。あんた何者だ？少なくともオレンカの人間じゃないようだな。ちょっと、人に名前を聞くときはまず自分が名乗るものよ。そうか、お互い自己紹介がまだだったな。けど、それは後でゆっくり。どうやら私たちに用のある連中がいるようだからね。詳しい状況は未だ把握できておらんが、ジャイワールがオレンカを攻撃したのは事実。一体なぜこのようなことになったのか。ジャイワール側にどんな事情があったにせよ、オレンカは甚大な被害を被りました。断固戦うべきです。しかし、国同士が争うことは古の予言によって固く戒められておる。失礼いたします。先の戦いにて最前線で戦っていた者たちを連れてまいりました。おお、そなたらがオレンカの民を守ってくれた者たちか。心から礼を言うぞ。いや、気にしないでください。当たり前のことをしただけですから。ちょっと、王様に対してなれなれしすぎるわよ。ところで、そなたらは何者か。はい、俺じゃなくて、私はジャイワールからオレンカの士官学校へ留学に来ているものです。で、こいつは私のいとこで、今日ジャイワールからこっちへ遊びに来たところなんで。何？ジャイワールが攻めてきた場に先んじてジャイワールの者がいた。まさか貴様らジャイワール軍と通じ、今回の襲撃に加担していたわけではあるまいな。違います。私たちは騒ぎを聞いて駆けつけただけで。そんな出来すぎた偶然があるものか。お待ちください。そもそもこの子たちが本当にジャイワール軍と通じていたら、絶
前線で戦うわけがないでしょう。この子たちがジャイワール軍と関係がないことは私が証明します。そなたは一体？申し遅れました。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ、主命によりオレンカへ参りました。ゼビオンのオルネーゼ。オレンカ王、我が主ゼビオン王はジャイワール軍の不穏な動きを知り、私をオレンカへ使わしました。今回の一件、もしオレンカ王に争いを止めたいという意志がおありなら、きっとお力になれるかと。そうか、オレンカにはジャイワールと争う理由も意志もない。故にジャイワールが再び攻めてくる前に、カノ国の思惑を知り、和解の道を探りたいと思っている。そこで宗主国ゼビオンの力をお借りしたい。和解のために我が国とジャイワールの間を取り持っていただきたいのだ。承知しました。では私はすぐにゼビオンへ立ち、今のお言葉を王に伝えましょう。なあ、俺も一緒に連れてってくれよ。これ以上オレンカとジャイワールが戦わなくて済むように何かしたいんだ。私も行くわ。オレンカをいかがいたしましょう。うん、では戦士オルネーゼよ、この者たちと共にゼビオンへ向かってくれ。オルネーゼさんのご迷惑にならないよう、くれぐれも慎重に。よし、じわじわたぎってきたぜ。王様、任せといてください。この俺がガツンと話をつけてきますから。我が輩も一緒に任務を遂行してくるであります。ちょっと、あなたたちちゃんと話を聞きなさいよ。頼んだぞ。はい、はい。この先を抜ければゼビオンはすぐそこ、あと少しだ。もうすぐね。ゼビオンの伝承の塔には一度行ってみたいと思っていたの。伝承の塔か、あれだけ高いんだ。てっぺんまで登るには何日もかかっちゃうんだろうな。まさか普通に登るつもりなの？よし。あ、どうしたの？何かが近づいてくる。森の中からだ。は知らないが、ちょうど良いところへ来てくれました。ちょっと面倒なことになってしまいまして。面倒なこと？確かに面倒な奴らに目をつけられちまったね。いやはやそのようで。ま、こうなったら仕方ないな。付き合うぜ、おっさん。よし、一丁上がりだな。なんとか片付いたわね。いやはや皆さんのおかげです。私一人では一体どうなっていたことか。ところでおっさん、一体何者だ？随分と大荷物みたいだけど。おっと、これは名乗りもせず失礼しました。私はトルネカ、エンドールから来たしがない武器屋です。エンドール？そんな名前の町あったかね。私も聞いたことがないわ。やはりご存じないか。しかしこれではっきりしました。どうやら私は伝説の武器を探して冒険するうち、別の世界に迷い込んでしまったようなのです。別の世界ってここのこと？それじゃああなたはこことは違う世界から来たってことなの？そうとしか考えられません。こう見えて私は大の冒険好きでして、世界の地理にはそれなりに詳しいのですが、この辺りの土地には全く見覚えがないのです。それで不安になって帰り道を探しているうちに、あの連中に絡まれてしまったというわけで。なるほどな、それで追いかけられてたってことか。それにしてもどうやったら別の世界へ行くことができるのかしら。元の世界への帰り道もわからないんでしょ？
はい。トルネコだったね。とりあえず私たちと一緒にゼビオンって国へ行かないか。ゼビオンの王は物知りな方だ。もしかしたら元の世界へ帰る方法をご存知かもしれない。それにゼビオンには世界中からいろんな品物が集まってくる。お目当ての武器も見つかるかもしれないよ。おお、そうだな、そうしろよ、おっさん。うむ、おっさんよ、共に来るがいい。ちょっと、おっさんじゃなくてトルネコさんよ。それに来るがいいだなんて失礼でしょ。一緒に行きましょう。こっちの世界のことは全然わからないんでしょ。おおおお、なんとありがたい。あなた方のような強い人とご一緒できるなんて本当にラッキーですよ。それではお言葉に甘えてしばらくの間よろしくお願いいたします。はあ、うわあ、名主様、戦士オルネーゼ、オレンカよりただいま帰還いたしました。早速かの国の状況についてご報告させていただきたく。ご苦労であったな。さあ顔を上げるがよい。はっ。見慣れぬ者たちも一緒のようじゃな。彼らはオレンカで私に力を貸してくれた者たちです。それは良き出会いであった。しかしやはりジャイワールはオレンカを攻撃したのじゃな。はい、この者たちの尽力もあり、なんとか城門の外で食い止めましたが、ジャイワールはオレンカ攻略を諦めておりません。さほど時を置かずして再び攻撃を仕掛けてくるでしょう。名主様、オレンカ王はジャイワールと戦う意思はなく、和解の道を探したいと申しております。そのため名主様への伝言を私に託されました。名主様のお力をもって両国の間を取り持ち、和解への道をお示しいただきたいと。オレンカより来た者たちよ、そなたら二人はどうじゃ。オレンカ王と同じようにジャイワールとの和解を望むか、はたまた報復を望むかの、正直に答えよ。もちろんジャイワールとの和解を望みます。それに俺たち実はジャイワールの出身なんです。けどオレンカにも世話になってる人がたくさんいて、オレンカの人たちにもジャイワールの人たちにも絶対傷ついてほしくないんです。だから何としても戦いを止めたいのです。まさかジャイワールの者がオレンカに味方しておったとは、実に不思議な縁じゃの。今回の一件は我らが保ってきた世界の均衡を乱す一大事である。恐ろしき予言が現実のものになってしまわぬよう、名士として力を尽くすと約束しよう。しかし争いを止めるにはまずその原因を明らかにせねばなるまいな。原因、ジャイワールがオレンカを攻撃した理由ということですね。さよう。ではこれより私はジャイワールへ向かい、他の国の真意を探ってまいりましょう。俺も一緒に行くよ。私も何か役に立てることがあるかもしれないもの。そなたらはオレンカとジャイワール両国の事情に通じておる。何かとオルネーゼの助けとなるじゃろう。くれぐれも頼んだぞ。おーし、じわじわたぎってきたぜ。名士様、俺たちにドーンと任せてください。ジャイワールの腹の内をバッチリ明らかにしてきますから。ちょっと、名士様の前なんだからもっとちゃんとした言葉を使いなさいよ。では早速旅立つがよい。
世界を脅かす争いの芽を摘むためにな。おい、あれってあの旗、ジャイワール軍よ。オレンカの方角へ向かってる。皆さん、あれよ、誰かが追われています。マリベル、大丈夫か？見りゃわかるでしょ。それにしても何なのよ、こいつら。いくら私が魅力的だからってしつこくくっついてきて困っちゃうわ。おいら腹減ったぞ。もうガボったら本当に緊張感がないんだから。あの子たち、ジャイワール軍と戦ってるわ、うん、どうしてあんな数相手に二人っきりで、ごちゃごちゃ言ってる場合かよ。このままじゃあいつら危ないぞ。おい、今助けに行くからな。ちょっと、こういう時は連携して動くのが基本なのに、うん、そうだな、私たちも行こう。おそらくあの軍勢はジャイワール軍の先鋒部隊だ。本隊がやってくる前にあの子たちを助けちまわないとね。そうね。やっと全部いなくなったぞ。まったく、しつこい奴らだったわね。うん、今度はなんだ。あの旗、オレンカの軍旗よ。王様！おお！そなたたちであったか。オレンカ王、これは一体どういうことです？オレンカ王が直々に軍を率いてジャイワールとの国境地帯にいらっしゃるなんて。ジャイワールの軍勢が再び我が国に向かっているとの報告があったのだ。王としてオレンカの国土や民が攻撃されるのを静観していることなどできん。それに王である私がここまで赴けば、ジャイワールの軍勢もこれ以上侵攻はせぬはずだ。国を攻めるということはすなわち王の首を狙うということだからな。でもこのままじゃオレンカ軍とジャイワール軍は、ね、あんたたちの話にさっぱりついていけないんだけど、ここは一体どこ？何が起こってるの？ごめんね、お嬢ちゃん。ちょっと、子供扱いしないでもらえる？ちゃんとした名前があるんだから。私はマリベル。こっちの小さいのはガボよ。来たぞ。ジャイワールの本体だ。やっぱり今回も彼が軍を率いてるのね。ここは私が出よう。王子のテザール殿がいるなら話が早い。戦いを避け、和解を目指そうと申し入れる。交渉の余地はないようだ。こうなったら力ずくで王子様を止めるしかないね。おいら張り切って戦うぞ。ああ、もう私が巻き込まれなきゃなんないのよ。けどまあ、助けてもらった恩もあるし、どうしてもって言うなら付き合ってあげなくもないけどね。俺たちも覚悟を決めようぜ。セザールを説得して戦いを終わらせるぞ。そうね。前に出ちゃダメよ。セザール、お前たち一体どうしたっていうの？なんでオレンカと戦争なんか。久しぶりだな、セザール。まったく、王子のくせに出しゃばりなところは相変わらずか。4年ぶりだな。お前こそ何にでも首を突っ込む、その暑苦しさは健在のようだ。しばらくあのうちに少しは大人になったものと思っていたが、絶望的なまでに熱血バカのままだな。あ？熱血の何が悪いんだよ。お前だって本当は熱血バカのくせに、このカッコつけおじ。やはりお前には俺の美学がわからんようだ。ちょっと二人とも、
いきなり喧嘩するのやめなさいよ。私たちはセザールを説得しに来たんでしょ。説得だと。なるほどな。お前たちはオレンカに味方しているということか。見損なったぞ。正義は我にあり。裏切り者には俺が引導を渡してやる。そんな、セザール、話を聞きなさいったら。王子様は本気のようだ。こうなったらあんたたちも腹をくくって戦うしかないよ。あいつ昔から一度怒ると手がつけられなかったからな。そっか、セザールは怒ってるのね。とにかくあいつは何か誤解してるみたいだ。ならぶん殴って目を覚まさせるまでだな。行くぞ。オレンカを、貴様、よくも我が父を。ジャイワールの王子セザールよ。そなたがオレンカを攻撃したのは、そなたの父ジャイワール王に何か関係があると。いかにも、私が軍を動かしたのは父の無念を晴らすため。オレンカ王は、その男は我が父ジャイワール王を殺したのだ。私がジャイワール王を？ここまで言われてまだとぼける気とは。父が殺された10日前の夜、父の部屋から出ていく貴様の姿を私はこの目ではっきりと見ているのだがな。それに父の亡骸のそばにはこれが落ちていたぞ。見よ、この羽を。貴様の冠についている羽飾りと同じものだな。しかし私はジャイワール王を殺してなどいない。断じて。見苦しい逃れはやめよう。貴様、それでも一刻を預かる方か。静まれ。セザールよ、そなた、先ほどジャイワール王が殺されたのは10日前だと申したな。確かに10日前の夕刻のことです。それが確かならば、オレンカ王はそなたの父を殺した犯人ではない。それは何故です。10日前といえばオレンカの建国記念日じゃ。オレンカ王は来賓として参ったわしの相手をしておった。一日中つきっきりでな。わしの目を盗んでジャイワールへ赴き、ジャイワール王を殺害するなど到底できることではない。故にオレンカ王はそなたの仇ではないのだ。おそらくそなたが見たというオレンカ王の姿も、何者かがオレンカ王に罪を着せるために装ったものだったのだろうな。私は騙されていたのか。父の仇に。だとしたら私はとんでもない愚か者だ。仇に踊らされ戦争を始めてしまうとは。このような騒動を引き起こしてしまった関は王、我が首を跳ねるがいい。ちょっと待てよ。セザール、お前が死んだって何の責任も取ったことにはならないだろう。そうよ。それに真犯人を突き止めてお父様の無念を晴らさなくていいの？なあ、一緒に親父さんの仇を討とうぜ。名士様、私の気持ちもこの者たちと同じです。彼を罰しても失われたものは戻ってきません。それよりもジャイワール王を手にかけた真犯人を突き止め、騒動の真相を明らかにすることの方がはるかに大切です。
ですが。セザール殿、共にお父上の仇を探しましょう。恩義を案じる者たちの気持ちを無駄にしてはなりませんぞ。魔物の親分をぶっ飛ばしてやったぜ。まったく、お前はブレずに熱苦しいな。え？もう少し大人としての品格を身につけたらどうだ。大人の品格な。けどお前だって無理してカッコつけてるだけで、中身は俺と似たようなもんだろ。やはり俺の美学はお前にはわからんか。常に冷静を装えるのが大人というものなんだぜ。ちょっとそんな無駄話してる暇はないでしょ。さっさと先に進むわよ。同感ね。こんな気味の悪いところ、早く出ちゃいます。何？何だって言うのよ。別の匂いが近づいてくる。こいつ仲間を呼んだみたいだぞ。来るぞ。俺たちの一撃を受け止めるとは、それなりに骨のありそうな奴らじゃねえかなあ、テリー。少なくとも退屈はしなくて済みそうだな。どうなってるの？あなたたち人間よね？もちろんだけど、人間が魔物の味方しちゃいけねえって決まりもねえだろ。この森の魔物に悪さする奴は許さねえ。覚悟しな。それなりにできるようだな。だが次は。おめえら強えな。よし、やめだやめ、ここまでにしとこうぜ。おい、勝手に仕切るなよ。ここからが楽しいところなんだぞ。いやいや、てるよ、これ以上やっても意味ねえだろ。こいつらはお目当ての人間じゃなかったんだしよ。まあそれはそうだが。お目当ての人間？それってこの森の魔物に悪さをしたっていうやつのことだよな。一体この森で何が起こってるんだ。ああ、ちょっと妙な話なんだがな。こいつが言うには、最近この森の魔物たちがごっそり消えちまったらしいんだ。魔物が消えた？そいつらの行方もどうしていなくなったかも皆目わからねえ。ただことが起こる前に怪しい人間が森をうろついていたらしい。となりゃその人間とやらが魔物たちの失踪に関係してると思うだろう。そこへタイミングよく私たちが来たというわけね。ふっ、私に濡れ衣を着せるだなんて失礼しちゃうわ。そうプリプリするなってお嬢ちゃん、疑っちまって悪かったな。けどあんたたちだって人間だろ。どうして魔物たちに襲われなかったんだよ。もちろん俺たちも最初は襲われたさ。でこいつテリーと一緒にコテンパンにしてやったんだ。けどその後なぜか魔物がテリーに懐いちまってな。俺もなんとなく情が湧いちまってさ、残ってる魔物としばらく一緒にいてやることにしたってわけだ。へえ、すごいじゃないか。この森の魔物は手なずけるのが難しいことで有名なんだよ。昔からなぜか魔物に好かれることがあるというだけだ。そんなことより、ここは一体どこなんだ。俺たちのいた世界ではないようだな。え、そうなのか。ああ、ここはクレティアの国境付近だ。クレティアという国の名に聞き覚えはないか。クレティア、いや聞いたことがねえ。そういえばこの森に入ってからどういうわけか方角が分からなくなっちまったんだよな。これってトルネコさんやマリベルたちと一緒だわ。じゃあこの二人も別の世界から来たってことだな。
別の世界か。うん、細けえことはよくわからねえが、つまり俺たちは迷子で、同じような境遇のやつがお前たちの仲間にいるんだな。ええ、そうよ。なら俺たちも一緒に連れてってくれよ。いつまでもここにいるわけにもいかねえからな。それにこの世界に詳しいやつと一緒なら、魔物をさらった犯人もいなくなった魔物の行方もわかるかもしれねえ。ね、ペリー。そうだな。この世界の人間と行動を共にした方が何かと都合がいいはずだ。こっちとしてもそうしてもらえるとありがたいよ。今ちょっときな臭いことになっててね。腕の立つ仲間は大歓迎さ。なら決まりだな。そうとなれば早速出発だ。あ、俺はハッサンで、こいつはテリー。よろしく頼むぜ。こいつが目を覚ましたら寂しがるだろうから、起こさねえように行こうぜ。ね。変わったものがいっぱいだな。これって魔法で動いてるのか。確かクレティアは魔法の研究が盛んなんじゃなかったかしら。ああ、この国を治めるクレティア王家は古くから続く高名な魔法使いの一族でもある。それを慕って世界各地から魔法研究者が集まり、ちょっとした学術都市となっているのだ。へえ、魔法使いの国か。あんまり敵には回したくねえな。別に俺たちは戦いに来たってわけじゃないし、心配ないだろう。ま、冷静に説明してくれてるこいつが一番危なっかしい気がするけどな。誰が危なっかしいだ。父の仇ならば国ごと叩き潰してやるのに、ジャイワールの力を思い知らせてやる。おい王子様、過激な発言を慎んでくれ。ここはクレティアの玄関口なんだ。クレティアの兵士にでも聞かれたら大事になりかねない。おいおい、嘘だろ。どうやら本当に大事になってしまったみたいね。出せ、出すのだ。まさか早々に牢屋に入れられちまうとは。ま、たまにはこういうこともあるさね。セザールの気持ちはわかるけどさ、王子がうっかりあんなこと言っちゃまずいだろ。大人の品格とやらはどこに行ったんだよ。ふん、俺はいつだって冷静だ。あ、ちょっと、こんなところに入れられてまで不毛な言い合いはやめなさいよ。まあまあ、ちょっと不思議に思ったのですが、あの程度のことを言ったぐらいで捕まりますかね。まあ確かに変だよな。俺たちを捕らえた兵士、奴ら俺たちがクレティアへ近づいた時からずっとつけてきていたからな。つまりこの町に入る前から俺たちを警戒してたってことさ。そっか、私たち花から危険人物扱いだったのね。けどどうして私たちを捕らえる必要があったのかしら。クレティア女王は本当に今回の騒動の謎を解く鍵を握っているのかもしれないな。シッ、みんな誰か近づいてくるぞ。見つけた。ミネアさん？ミネアさんじゃないですか。トルネコさん、やっぱりあなたもここにいたんですね。占いに出た通りだわ。いやはや、この通りまたしても牢屋の中です。どうも女王様の治める国とは相性が悪いようで。ところで私の姉さんを見かけませんでした？占いによるとどうやらこの国にいるらしいんですけど。マーニャさんのことですか。いや、ご覧の通り我々は早々に牢屋に入れられてしまいましたからな。とりあえずこの地下牢ではお見かけしていませんよ。そうですか。ここにいると思ってこっそり鍵を持ってきたのですが。なあトルネコ、この人知り合い？おお、これは失礼しました。この方はミネアさん、私の世界で共に戦った仲間なのです。
ミネアさんは評判の占い師でしてな、踊り子のお姉さんと二人で、それは人気者なんですよ。タルネコさんたら、そんなに持ち上げないで。人気者なのは姉さんだけなんですから。ミネアだっけ？あんた姉さんを探してるんだろ？俺たちはこの国の女王様に用事があるんだ。女王様なら姉さんのことを知ってるかもしれない。だからここを開けてくれないかしら。お願い。女王様が姉さんのことを知っているとは思えないけど、いいですよ。あなた方を助け協力し合うべしって占いにも出ていましたから。さあ行きましょう。突入。誰もいないみたいだぜ。クレティア女王もミニアさんのお姉さんもこっちの方にいるはずなのよね。ええ、占いでは確かにそうなんですが。下がれ。何なんだ一体。うまくかわしたようだね。クレティア女王。え、あの人が。おやおや、お前はジャイワールの王子様。ローでおとなしく頭を冷やしていると思ったが。頭を冷やすべきなのはあなたの方だろう。一体この俺に何の非があるというのだ。わらわは全て知っているぞ。お前たちジャイワールがオレンカと結託して我が国を攻め滅ぼそうと企んでいることくらいな。なんだ。誤解です。私たちはそんなこと。お黙り。薄汚い暗殺者ども、密かに我が国へ侵入しわらわの首を取ろうとしていたのだろうが、そうはいかないよ。牢を出しわらわの部屋に押し入るとはもはや疑う余地もない。ここで一人残らず死んでもらおう。みんな後ろだ。あんた結構やるじゃないの。そういう姉さんこそ。やめたっと。姉さん、これ以上やっても疲れるだけだもの。今回は特別あんたの勝ちってことにしてあげる。所詮褒美で釣った忠誠心は当てにはできぬ。ごめんね女王様、ご褒美がもらえなくなるのはちょっと惜しいけど。兄弟喧嘩はもうたくさんなのよ。お前もこやつらの仲間だったとはな。かくなる上はわらわが直々に相手をしてやる。おやめください。どうかお怒りをお鎮めください。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ、襲名を受けこの者たちと共にクレティアへやってまいりました。その顔、確かにゼビオンで見かけたことがある。お前がゼビオン王の犬オルネーゼか。クレティア女王、我々がここへ来たのはクレティアを陥れるためでも女王の首を狙うためでもありません。ジャイワール王を殺害しオレンカとジャイワールが争いを画策した人物を明らかにするためです。ジャイワール王が殺された。なるほどな。それでお前たちがここへ来たということはわらわが疑われているということか。我らを捕らえたことがあなたが犯人であるという何よりの証拠だろう。しらじらしいのはその顔だけにしてほしいものだな。そうそう、もし犯人じゃないって言うならなんで俺たちを捕らえたんだって話だよ。だいたいここに来るまでの間だって。ちょっと二人とも黙ってて、まずは女王様の話を聞きましょうよ。
わらわがお前たちを捕らえたのはそのような理由からではない。実はな、ジャイワールがオレンカに攻め込むこと、わらわは知っていたのだ。ことが起きる数日前に。未来に起こることが分かっていたということですか？モンスタレア地方から来たある者がわらわの元を訪れ予言したのだ。数日の後、ジャイワールがオレンカと戦いを始めるだろうと、そして後に和解するだろうともな。もちろんそのような妄言、わらわとて最初から信じてはいなかった。だが放った密偵からの報告は全てそのものの予言通りだったのだ。そしてそのものの残した予言がもう一つある。和解した両国が手を組み、このクレティアを滅ぼすだろうというものだ。なんだそれ。そこへジャイマールの王子であるセザールと私たちがクレティアへやってきた。だから警戒していた女王様は私たちを捕らえたのですね。うん。しかしお前たちの話を信じるとすれば、わらわはかの者の悪意に踊らされていたということになる。けど予言を残したという人物は一体どうやってオレンカとジャイワールに起こったことを言い当てられたのかしら。その前に女王の話が真実だという保証はあるのか。悪いが俺は鵜呑みにはできんぞ。それも最もな話だ。ならばこれからすぐにゼビオンへ向かい、名手様に事の次第を説明するとしよう。お前たちの言うこともわらわの言うことも共に真実だとすれば、世界は今危険な状態に陥っているということだ。各国の王と連携し対策を練らねばなるまい。なるほど。つまりこういうことじゃな。そなたのもとにモンスタレア地方から来たという国威の預言者が現れた。その者がジャイワールとオレンカが戦い、後に手を携えてクレティアを滅ぼすだろうと預言したと。その国威の預言者についての噂はわしの耳にも届いておる。そなたの話は真実じゃろうが。当初は私もそのような予言を信じてはおりませんでした。ですがその後次々と予言が現実のものとなり、以来両国の動きを警戒するようになったのです。なるほど。だけどクレティア女王に予言をしたやつはどうしてジャイワールとオレンカが戦うことになるって分かったんだろうな。もしかするとその人物の話は予言ではなく予定だったんじゃないか。自分が話した通りになるように何か仕組んだのかもしれない。何をどう仕組んだのかは分からぬが、そやつがオレンカとジャイワールを争わせ、さらにクレティアまでも巻き込もうとしたのは間違いないじゃろう。でも一体何のために。わからん。ただその預言者とやらは父を殺した奴のことを知っている可能性がある。むしろそいつがやったのかもしれんな。セザール、早合点してはいかんぞ。まだ分からぬことが多いのじゃからな。いずれにせよ我らはその預言者を急ぎ探し出さねばなりませんね。ではオルネーゼよ、そなたは仲間と共にモンスタレア地方へ向かえ。モンスタレアの三国、モーリアス、ヘルノーク、ダラル、それぞれの王にまみえ、その預言者を探し出すのじゃ。はっ。失礼いたします。どうした。
何か起きたのか。はっ、たった今知らせが入りました。ダラルの軍が隣接するモーリアス、フェルノーク両国を吸収。何？一夜にして制圧したとのことです。どういうことだ。一体この世界で何が起こってるっていうの。俺たちも大軍、とんでもねえ規模の戦いになりそうだな。メイス様、ダラルの王よ、何故戦いを望む。西への予言に従い、我らが築いてきた千年の平和を何故乱すのだ。宗主国ゼビオンの王として命ずる。今すぐに武器を収め、己の国へ戻るのじゃ。やれ。もはや止める手立てはないようじゃな。この関門を突破されればクレティアの国土が侵されてしまう。何としてもここで奴らを追い返さなくては。クレティアの兵たちを全力でかかるのだ。やるしかないのか。本当に始まってしまうのね。世界を二分する大戦争が。さあ行こう。世界を沸かすのではない、再び一つとするために戦うのだ。そうね、そう考えれば思いっきりやれるってもんね。みんなであいつら追い返してやろうぜ。うむ、承知した。よし、じわじわたぎってきたぜ。あなたって本当いつもそればっかりね。でも今は私も同感。そうこなくっちゃな。我らも突撃せよ。よし、いざ。ダラル王の親衛隊ってところだね。侵略者の配下になり下がるとは。貴様ら、王としての誇りは捨ててしまったようだな。殺す、ダラル王のため。殺す、ダラル王のため。なんだか様子が変だもん。正気を失っているみたい。いえ、とても説得できるような雰囲気には見えませんね。なら思い切ってぶっ飛ばすまでだ。行くぞ。いや、敵は我らに恐れをなしているぞ。よし、もう一押し。ダラル王、親玉のご登場だよ。奴を倒せば俺たちの勝利だ。さっさと決着をつけて戦いを終わって。
あれは魔物の扉？すごく大きいけど。来るぞ。地方とクレティアの境界だ。ここを抜けられちまったらあっという間にクレティアが陥落しちまうよ。そのようなことは許してなるものか。なんとかしてここであいつを止めるんだ。そう、何かいい方法はないのかよ。一体どうしたらいいのかしら。あんなに大きな魔物、普通の攻撃じゃびくともしないわ。みんな落ち着くの。そなたたちに頼みがある。今すぐ霊峰霊源へ向かってほしい。彼の地の頂には古の大戦争を終結に導いた伝説の兵器が眠っているという。あ、伝説の兵器ですって。それを手に入れさえすればあの巨大な魔物にも対抗できるだろう。ですが王様、魔物はすぐそこまで迫っています。山に登って兵器を探してる時間なんかありませんって。心配ない。私が時間を稼ごう。時間を稼ぐ？でもどうやって？ちょっとどこ行くのよ王様。俺か、無茶だ。ジャイワールの若き王子よ、大切な民を守り抜くのが王というものだ。それに私には策がある。まだ中腹あたりってところだろうな。嘘でしょ。まだあと半分も残ってるだなんて。ちょっと何なのよこの薄気味悪い声は。どんどん増えてるみたいですね。え、ひょっとしてこれ。魔物だ。やれやれ、参ったね。この数、なんとかして突破しなきゃ。みんな、下がって。
発だったな。ありがとうククール、助かったわ。何、当然のことをしたまでさ。俺はか弱き女性を守る騎士だからな。このくらいのことは。ねえ、そっちは大丈夫だった？怪我はないかしら？あなたたちのおかげでね。助けてくれて本当にありがとう。レーゲンまで来て魔物に袋叩きにされるわけにはいかないからね。助かったよ。気にしないでくれ。美しきレディーたちを守るのは当然のことさ。ねえ、レーゲンってもしかしてこの山の名前？そうだけど、ひょっとして知らないの？そうみたい。なるほどな。それじゃあ俺たちは知らない間にどことも知れぬ世界に迷い込んだっていうのか。なんともロマンチックな話だな。あなた方もですか。我々も別の世界からここへやってきたんです。そうそう、別の世界。とにかくさ、俺たちこの山の頂上まで急いで行かなきゃならないんだ。二人はこの後どうする？もし当てがないんなら俺たちと一緒に行かないか？そうしなよ。こんな山の中を道も分からずうろつくんじゃ危ないからね。そうね。どうするハニー、俺は別にいいんだぜ。このまま君と二人っきりでこの雪山にいては。喜んでご一緒させていただくわ。分かったよ。二人っきりはまだ恥ずかしいんだな。はいはい、もう好きに言ってれば。それじゃあみんなよろしくね。ここが山頂よね。見たところ特に変わったものは見当たらないぜ。皆さん、あそこ。あの奥から不思議な匂いがすんぞ、うん、今まで嗅いだことのねえ匂いだ。おお、では伝説の兵器はきっとあそこに。はい、みんなに突入だ。おい、待て。やれやれ、雪山の主のお出ましってとこか。こいつを何とかしないとあの門には近づけないわよ。戦うしかなさそうね。私たちには時間がないもの。ああ、とっとと片付けて伝説の兵器を持って帰ろうぜ。間に合わぬかったか。おーい。間一発か。伝説の兵器は見つかったのじゃな。もはや一時の猶予もない。すぐにその力を使うのじゃ。はい。デカブツは片付いたし、こっからは反撃やるのみだな。このマリベル様がいるんだから、あとは楽勝ね。もう勝ったも同然よ。いや、そうでもないみたいだぜ。ダラルオ、見ろよ、敵がワンサとやってくるぜ。でかいやつの次はまた団体さんのお出ましか。やれやれ、骨が折れるね。まったくだ。まあお引き取り願うだけの話だよな。
助かった。姫様、姫様。スケルト。食らいなさい。姫様。お怪我はありませんか。平気、ありがとう。クリフターのおかげで助かっちゃったわ。そのようなもったいないお言葉をかけていただけるなんて、このクリフト感激でございます。ジーン。さあ、ぼーっとしてる時間はないわよ。残りの奴らもぶっ飛ばしてやりましょう。 はい、姫様。あの二人、誰かしら。敵じゃなさそうだけど。鬼はアリーナさんとクリフトさんですよ。そのようです。私たちの味方ということですね。ほらほら、のんきなこと言ってないで、私たちも行くわよ。おい、私たちも行きましょう。あの二人と協力すれば必ず勝機が訪れます。おーし、俺もじわじわたぎってきたぜ。うむ、我が輩もみなぎってきたぞ。みんな、私たちに続け。今度こそこの戦いを終わらせるのだ。これは、私は一体。ダラロー、もしかして正気に戻ったのか。これは一体どうしたことだ。ダラル王よ、どうやら正気を取り戻したようじゃな。明治様、そなたはモーリアスとフェルノークに攻め込み、力ずくで従わせた後、両国を率いてクレティアを滅ぼさんとした。世界を二つに分かつ大戦争を引き起こしてしまったのじゃ。大戦争。実に多くの血が流れた。オレンカ王の命も失われてしまった。ダラル王よ、一体何がそなたを狂わせたのじゃ。あの剣を手にした時から、突然激しい憎しみと全てを滅ぼしたいという衝動に襲われて、その後のことは何もわからぬのです。剣だと。これは間違いありません。これは破滅の剣です。破滅の剣。ドルネコさん、知っているんですか。もちろんですとも。仕事柄、古今東西あらゆる武器に精通しているつもりですよ。この剣には、持つ者に強力な闇の力を与える代わりに、正気を奪い戦いに駆り立てる呪いがかけられていると言われています。どうやら伝説は本当だったようですね。あの剣は、預言者と名乗る者が私に献上してきたものなのだ。預言者？もしかしてクレティア女王のところへ来たという人と同じ人なんじゃないかしら。ああ、その可能性は高いだろうね。ダラル王、その人物とは一体何者なんですか。あいにくだが、詳しくは分からぬ。今分かるのは、私がとんでもないことをしでかしてしまったということだけだ。オレンカ王と多くの者たちの命を奪った罪、今ここで死をもってあがなわせていただこう。待たれよ。あなたの命一つで贖えるものなど何もない。それよりも、生きて自分のしたことの責任を取るべきだ。私もかつてそう諭されました。
ダラルオーよ、今後命を賭して世界の平穏を守り抜くことじゃ。それがそなたのなすべき償いであり、負うべき責である。はは。さて、ここに戦いは終わった。今一度みんなで平和の誓いを立てようではないか。分かたれたこの世界を再び一つとするためにな。よし、見てる。まったく、よくやるぞ。何が見えるんですか。いかがですか。お安くしておきます。固まるからですね。お、うまそうだな。ありがとう。もらってくよ。前夜祭をやるなんて名主様も気が利いてるよな。ありがとう。なんだか嘘みたいよね。みんながちょっと前まで戦争してたなんて。そうだな。世界にまた平和が戻るんだ。オレンカ王にも見せたかったな。そうね。二人とも何しんみりしちゃってるのよ。お祭りはみんなで盛り上がらなくちゃ。さあ一緒に踊りましょう。よし、じわじわたぎってきたぜ。今夜は踊り明かすぞ。ちょっと明日は大事な日なんだから、羽目を外しすぎちゃう。ほら委員長も行くぞ。もう食べられないぞ。ちょっと起きなさいよ。いつの間にか眠っちまったのか。僕まだ眠いよ。あれ、もう一度くまなく探すのだ。王都に残った兵たちにも知らせを。どうかしたのか。我が軍の魔物たちがいなくなっているのだ。え、昨夜は確かにここにいたのだ。ジャイワールの魔物だけじゃないよ。他の国の魔物たちも消え失せている。一体どこへ行っちまったのか。申し上げます。お前たち、この有様はどうした。一体何があったんだ。突如現れた魔物の大軍が我が国を攻撃。城に残った兵だけでは防ぎきれず、王都が陥落いたしました。何だと。オレンカも同じ状況です。押し寄せた魔物たちに王都を占拠されました。ああ、我が国も同様の報告を受けている。一体どうしたことか。オルネーゼ様、大変でございます。モンスタレア地方の3カ国で魔物たちが一斉に反乱を起こしたとのこと。モーリアス、フェルノーク、ダラル、すべての王都が占拠された模様です。なんと我々の国では。バカな、全ての王都が奪われるとは。そのような兆しは一切なかったはずだが。一体どうなってるんだ。静まれ。名士様、時は満ちた。今こそ世界を一つとするのじゃ。我ら双子の王のもとにな。
信じられないかもしれないけど、ゼビオ王は私たちをまとめて始末するつもりなんだよ。みんな逃げるんだ。この広場で最後のはずよ。ああ、見たところ魔物も逃げ遅れた人もいないようですね、うん、よっしゃ、ひとまずこれで一段落じゃない。最後の最後ですごいのが飛び込んできたぜ。可愛い女の子なら大歓迎だったんだけどな。こんなのに暴れ回られたら町がめちゃめちゃになっちゃうわよ。そんなことさせない。よし、ここで決着をつけようぜ。今度こそ本当に一段落です。皆誇るがいい、我々はこの町を取り戻したのだ。どうだい二人とも、前に悩んでただろう。双子の王に逆らうことが本当に世界のためになるのかってさ。これで答えが出たんじゃないのかい。ああ、私たちは戦うべきなんだわ。そのくらいにしておきな。本当の勝ち時をあげる前に声が枯れちまうよ。私たちの戦いはまだ終わっていないわ。さあ行こうぜ、双子の王のいる伝承の塔へ。やはりここでしたか。オルネーゼか。はて、おかしいの。一人残らず始末したつもりだったのだが。ふっ、私を誰だと思ってるのよ。このマリベル様がそう簡単にやられるもんですか。じいさんたち、俺たちを舐めてると痛い目に遭うぜ。ならば今度こそ念入りに息の根を止めてやらねばな。名士様、あなたは国々の争いを阻止して世界の平和を守る立場にあるはず。なのにどうしてこんなことを。無論我らは世界の平和を守るつもりじゃ。ならばなぜ我が国に、世界の国々に魔物をけしかけるような真似をしたのだ。すごく簡単なことよ。根絶やしにするためじゃ。争いを繰り返さずにはおれない人間という愚かな生き物な。どうして私たち人間はずっと昔から予言の戒めに従って平和を守ってきたじゃないですか。誰も争うことを望んでなんて。見るがよい。あれが呪われた聖杯。なんてまがまがしいの。この聖杯は人間たちが互いを疑い憎しみ争うたびに生じる負の力に侵され闇に染まってしまった。今や聖杯は暗き力をみなぎらせておる。このありさまこそ人間が愚かであるという証、予言だ、戒めだと
いかに取り繕おうとも結局争いから逃れられぬ堕落した生き物だという証拠じゃ。ゆえに我らは双子の王として人間を排除し争いのない真の世界を創造しようと決したのだ。そんな勝手が許されてたまるか。双子の王様だからって何をしてもいいっていうの？そんなの間違ってるわ。これは古より予言されていたこと。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。人間どもをことごとく始末し、真に平和に満ちた世界を築き上げる。それが我ら双子の王に課せられた使命なのじゃ。見て、あいつ聖杯の力を使うつもりだわ。今度こそ確実に俺たちを始末しようって腹らしいな。たとえ予言で決められていたことでも、私たち従うわけにはいかないわ。あんたたちを倒して今の世界を守る。予言なんか覆してやるさ。ならば抗ってみるがよい。息の根が止まるまでな。出会った兄弟を手にかけると、なんということ。兄弟じゃと？そんなものとっくに死んでおる。千年前にな。千年前だと？一体何のことだ？お前は運のいい者どもよ。本来ならば貴様らのような卑しき人間は我が姿を目にすることすらかなわぬのだからな。我が名はザラーム。今よりこの世界に君臨する新たな王よ。ザラーム？それって千年前に大戦争を起こしたっていう。あのどうなってるんだ。あんたはメッシュ様の双子の兄さんじゃ。今は気分がいい。貴様らにも特別に教えてやるとしよう。この老いぼれそっくりに変身していたのだ。双子の王の予言を利用するためにな。何だと？双子の兄を名乗って近づくことも、聖杯を闇に染め人間を滅ぼせとそそのかすことも至極たやすいことだったぞ。名主様を利用したってことか？その通り。と言ってもそやつは元から異常なほどに支配欲の強い、まさに卑しき生き物だったがな。それなりに使える駒だったが、もはや用済みよ。我が思惑通り世界は混乱を極め、聖杯に闇の力が満ちようとしている。千年前と同じように、今度こそ聖杯の力を完全に目覚めさせ、我は神をも超える存在となるのだ。
せないよ。おお、その腕の刻印、我が血を継ぐ者の証ではないか。偉大な祖に立てつくとは血迷ったか。何が偉大なもんか。あんたという汚点を倒して一族のみんなを救う。私はそのために強くなったんだからね。さあ、くたばりな。千年の歳月は我が気高き一族さえも取るに足らん人間に変えてしまったか。嘆かわしいことだ。オルネーゼ、許せん。ジャイワールの王子よ、その間抜けな顔、父親によく似ているな。何、いいことを教えてやろう。ダラルの王に破滅の剣を与えたのも、クレティアの女王によからぬことを吹き込んだのも、そしてお前の父親を殺したのも、すべて我がやったことよ。ゼザール、愚かな人間風情が我に立てつくなど、軍不相応にも程がある。ましてや聖杯の力を得た今、神ですら我が足元にも及ばぬわ。貴様らとのおしゃべりにも飽きた。卑しき生き物らしく無様に死ぬがいい。ああ、そんなかわいそうなことって。他に方法がないんだ。これが世間に知られればきっと大きくなる前に殺されてしまう。こうしている今だって奴らが嗅ぎつけてくるかもしれないんだ。辛いだろうが、すぐにでも引き離そう。それがあの子たちのためなのね。大丈夫、来たるべき時が来れば必ず。ここはみんなどこなの？オルネーゼ、よかった、無事だったのね。なんで？どうして？私はみんなと戦うことなんか望んでない。世界に戦争を起こすつもりなんて。辛いだろうが、すぐにでも引き離そう。それがあの子たちのためなのね。大丈夫、来たるべき時が来れば必ず思い出すはずだ。そっか、
私たちはいとこなんかじゃない。双子だ。なじめの血を継ぐ者たちよ、時は満ちました。さあ今こそ目覚めるのです。目覚めないので心配していたんですよ。みんな、よかった、よかったよ。ごめんね、ホミロ、心配かけちゃって。そうだ、俺たち一体どうなったんだ。ザラームの落とした雷に撃たれて、それから あそれが私たちにもよくわからないのです。ここで目覚めると伝承の塔が崩れ落ちていて、俺たちが気を失っている間に誰かがみんなを運んでくれたみたいなんだが、何があったかさっぱり覚えてねえんだ。でも覚えてることもあるぞ。なあみんな、実はな、気を失っていた間、みんな同じ夢を見ていたようなのだ。夢？双子の夢だよ。あんたたち二人がナジムの血を引く双子だっていう。なんだこの風？今度は何が始まるっていうの？雷とか嵐とかもうたくさんよ！主の姿が見えないようだが、まさか留守にしてるわけじゃないよな。ふん、私たちにビビってどこかに隠れてるんじゃない？喜べ人間ども、貴様らのような卑しき者が我の姿を二度までも拝めるのだからな。ザラーム。しかし闇の雷に打たれ塔の崩壊に巻き込まれてもなお生きていたとはな。貴様らが呆れるほどにしぶといのか、はたまた忌々しき邪魔者が再び現れたのか。そう簡単にやられてたまるもんですか。はっ、毎度爪が甘いんだよ。まさに虫けら、雑草。価値のない卑しき者ほどしぶとく見苦しく生にしがみつく。だが神を超えし我の前では絶望的に無力よ。焼き尽くしてくれよ。生きた痕跡すら残らぬようにな。愚か者どもめ、まさか勝ったとでも思ったか。残念ながらこの程度では
我に勝つことは愚か、傷一つつけられぬ。圧倒的な力の差というやつだ。さあ、己の無力に打ちひしがれながら行くがいい。何？そうか、貴様ら二人がナジムの弟の血を引く者たちか。素晴らしい。貴様らを始末すれば我は憎き弟に復讐できる。そして今度こそ世界を支配する唯一無二の王として君臨できるというわけだ。待っていた。魔族に転じて生きながらえ、千年の間待ち焦がれていた。ナジムの血を継ぐ者を叩き潰すこの時をな。ちょっと嘘でしょ。ムクムク大きくなってくじゃないの。これがザラーム。私たち勝てるかしら。勝たなきゃいけないんだ、この世界を守るためには。な、大丈夫だよ。あんたたち二人だけにこの世界の命運を背負わせやしない。私たちが一緒だ。必ず勝てる。倒せるぞ。お前の千年越しの野望を俺たちが打ち砕いてみせる。覚悟しろ、ザラーム。聞かぬぞ。たかが人間ごときに我が破れる。なぜだ我の体が神をも超えた我が肉体が。ありえぬ。我だ。終わったのでしょうか。オルネーゼ。オルネーゼ、腕の刻印が、刻印が消えた。ザラウムも悲しき一族に刻まれた印も全て消え去ったようですね。ナジムの血を継ぐ者たちよ、ありがとう。あなた方はナジムの願いを叶えてくれました。千年前彼が成し得なかったことを見事成し遂げたのです。この声、夢の中で聞いたのと同じだ。さあ、予言の蓋に聖杯を取り、分かたれた世界を一つにするのです。千年の時を超えた定めの通りに。おいみんな、うっとり見とれてる場合じゃないみたいだよ。急いで血
城が消えていく。消えちゃった。これで全部終わったんだな。いや、まだだ。皆に知らせなければならない。予言の終わりと新たな王の誕生な。ほら。ちょっと待ってくれ。いくら予言の双子でも急に王様になんかなれないって。私たち士官学校の生徒よ。それに世界を滑る王なんてそんな器じゃ。あのザラームを倒したのだ。今のお前たち以上に王にふさわしい者などこの世界にはいない。そう気負わなくても大丈夫だよ。あんたたちが未熟なところは私たちみんなでフォローしていくからさ。僕も我が輩も協力する。参ったな。あれマリベルやミニアたちは。そういえばトルネコもハッサンもみんないない。おかしいね。さっきまでは確かに。あ、探してくる。私も。おいお前たち。いた、みんなだ。おい、よかった、ここにいたのか。いやはや、見つかってしまいましたか。ああ、こっそり帰ろうと思ってたのに。え、帰る？それって、元の世界へってこと？ああ、やっと迎えが来たんだ。ザラームが倒れ、この世界は平和を取り戻しました。私たちの役目も終わったのでしょう。そんな、もう、行っちゃうの？締めっぽいのはごめんだぜ。お前たちは王様だろうが。ほら、シャキッとしろ、シャキッと。それにしても、勝手な話よね。ザラームを倒した途端、王になれたなんてさ。けど、私は良かったと思ってるわよ。双子の王があんたたちで。私もそう思います。お二人が王ならば、きっとここは素晴らしい国になることでしょう。うん、ちゃんとハイムに負けないくらいにね。みんな、オイラ帰ったら仲間に自慢すんだ。すっごい友達ができたんだぞって。だから絶対また会おうな。約束だぞ。この甘ったるめ、我がハイは泣かんぞ。泣くものか。やれやれ、涙抜きでお別れしようと決めていたんですがね。まあ、切なくなっちゃうのも仕方ないわよね。だって私たち、ずっと一緒に戦ってきたんですから。おっと、そろそろ時間みたいだぜ。うん、そうみたい。黙って帰ろうとしちゃってごめんね。みんな面と向かってお別れを言うのが寂しかったのよ。でもやっぱり最後に会えてよかったわ。それじゃあ出発。じゃあな。お待ちください。必ずまたお目にかかりましょうぞ。絶対また会おうな。絶対だぞ。
双子の王か。できるかな、私たちに。あ、ちょっと、どうしたの？よし、じわじわたぎってきた。こうなったら腹くくってやる。猛烈に思いっきりガンガンやってやるぜ。ちょっと、今回ばかりはいつもみたいな適当な考えじゃダメなのよ。ちゃんと本気で考え。本気だ。それが俺たちを支えてくれる、みんなの思いに応える、たった一つの方法だからな。そうね、あなたもたまにはいいこと言うじゃない。思いっきりやりましょう。みんなのために、この世界のためにできることをね。あ、たぎってきたぜ。おっしゃー、じわじわたぎってきた。